ワイルドカードは、スポーツ競技における、追加の特別参加枠、もしくはその対象者や対象チームのこと。主に、北米のプロスポーツリーグなどで行われている、プレイオフ制度において、地区優勝チーム以外に与えられる追加枠を指す。等を目的としている。通常、メジャーリーグのレギュラーシーズンで、アメリカンリーグ、ナショナルリーグの各々のリーグは、東地区、中地区、 西地区の3地区制で地区1位3チームが自動的にプレイオフに進むが、それに加えてオノオのリーグの3地区の2位以下になったチームの中で勝率の高い順に2チームをワイルドカードゲームで戦わせ、その勝者がプレイオフに進出する。そのチームもしくはそれによるプレイオフ出場権利をワイルドカードと呼ぶ。百九十五年シーズンから導入されたが、 なお、上記に期間とも共通の規定として、同勝率で並んだ場合には一発勝負のタイブレイクにて進出チームを決定している。なお、このタイブレイクの結果は、レギュラーシーズン扱いとなり、個人成績もシーズン記録に参入される。タイブレイクは、ワイルドカードへの進出争い、ワイルドカードゲームへの進出争いで行われる場合だけでなく、 地区同率1位同士の決定戦として行われることもある。両リーグとも地区ごとにレベル差があるため、ある地区の2位チームが別の地区の1位チームより勝率が上回るケースがある。ワイルドカードは、そのような場合の2位チームへの救済措置として設けられていると同時に、プレイオフの出場チーム数を4にすることで金星の取れたトーナメントを組むことができるようになる。 1997年、ナショナルリーグのフロリダ・マーリンズが初めて、ワイルドカードから、ワールドシリーズを制した。また、2000年代に入ってからは、毎年のように、ワイルドカードのチームが、ワールドシリーズに進出しており、2002年には、初出場だった、アメリカンリーグのアナハイム・エンゼルスと当時48年間、ワールドチャンピオンになったことのないナショナルリーグの、 サンフランシスコジャイアンツが2014年には29年間ポストシーズンに進出したことさえないアメリカンリーグのカンザスシティロイヤルズとその2002年に出たジャイアンツがいずれもワイルドカードから勝ち進み2回ワイルドカード同士の頂上決戦が行われた一方でポストシーズンにおいて地区優勝チームもワイルドカードのチームも対等に扱われる点には 従来から批判があった。特に1997年以前は、プレイオフのホーム会再建があらかじめ決められており、地区優勝争いをしている2チームが共に、ポストシーズン進出が決まると、その2チームのモチベーションが低下するという弊害も生んでいた。この一例が1996年のナショナルリーグ西地区であり、この年は、 サンディエゴ・パドレスとロサンゼルス・ドジャースが優勝争いをしていたものの、両チームともプレイオフに進めることが決まっていたために優勝争いが盛り上がらず、両チームは地区シリーズでは共に3連敗に甘んじている。この対策として1998年からはプレイオフ進出チームのうち通算成績の良い方にホームアドバンテージが与えられることになった。 2012年からは一回限りで不確定要素の強いワイルドカードゲームという関門が設けられたことにより確実にプレイオフへ進むには地区1位で通過せねばならないというモチベーションが高まった。ディビジョンシリーズではワイルドカードチームは必ずリーグ最高勝率のチームと対戦することになるが ワイルドカードが1チームのみだった1995年から2011年までは同じ地区に所属している球団同士は対戦カードから外されるようなシステムとなっていたそのために勝率順が考慮されていなかった1995年から1997年はワイルドカードチームと地区優勝チームの中で勝利数が一番少ないチームが対戦するケースもあり 勝率順が考慮されてからも1998年から2011年はワイルドカードチームが地区優勝チームの中で勝利数が一番多いチームと同じ地区に所属している場合地区優勝チームの中で勝利数が2番目のチームと対戦するようになっていた。なお2020年は新型コロナウイルス対策により公式戦の試合数が60試合と 短縮された関係もあり、出場枠を各リーグ8チームずつの16チームに広げることになった。これにより各地区2位までの6チームと3位以下の中から勝率の高かった2チームがワイルドカードとしてノミネートされ、それぞれの順位ごとに勝率の高い順番にシード順位を決定する。これによりワイルドカードゲームの組み合わせはとなり、 各カードにつき3戦2 0 0勝方式を行う。NFL は1970年度に AFL、NFL 間の合併を完了。ディビジョン構成の再編をはじめとする様々な変更が行われ、その一つとしてプレイオフにワイルドカード制度が導入された。これがプロリーグにおける最初のワイルドカードである。その後ワイルドカードの本数はチーム数の増加。 ディビジョン構成の変更などの影響を受けつつ、たびたび変更されている。2020年からは、AFC、NFC それぞれのカンファレンスにおいて、各ディビジョン1位の4チームを除いた残りチーム中の、上位3チームが、ワイルドカードとして、プレイオフに進む方式となっている。ワイルドカードは、シード順で5.67位固定であり、他のディビジョンの1位チームより高成績であっても4位以上の、 シード順が与えられることはない。ワイルドカードの3チームは、シード2位、3位、4位とワイルドカードラウンドの試合を行う。リーグが32チーム構成となった2002年度から2020年度まででは、2本目のワイルドカードとなるのは、例年おおむね10勝6敗程度の成績のチームであった。NFL においては、ワイルドカードがプレイオフを勝ち上がっていくのは、 かなり難しい。各コンファレンス6チームずつで、プレイオフトーナメント形式が行われた2002年から2019年まで、スーパーボールに進出したのべ36チーム中、ワイルドカードチームは3チーム、シード3、4位のチームは5チームに過ぎない。一方で、シード3位と6位、シード4位と5位が戦う初戦の、ワイルドカードラウンドにおいて、 ワイルドカードチームの勝率は5割をわずかに超えている。ワイルドカードチームは次のようなハンディキャップを抱えていると推定される。ワイルドカード制度が導入されてから1996年度までの27年間、ワイルドカードによるスーパーボール制覇は1980年度第15回、スーパーボールのオークランドレーダースによる1回のみであった。 1997年以降は、プレイオフ制度変更や戦力均衡施策の結果、ワイルドカードが、スーパーボール制覇を達成する例が増えている。ワイルドカードから、スーパーボールに進出したチーム B リーグ B リーグでは、B1 各地区上位2チーム K6 チームに加え、各地区3以下のうち勝率上位2チームが、ワイルドカードとして、チャンピオンシップに進出する。 NBANBA では2019から20年シーズンより、東西各カンファレンス上位6チームと、以下の方式で決められる第7シード第8シードが、ワイルドカードとして、NBA プレイオフに進出する。ただし NBA においては、ワイルドカードという表現はあまり使われない。FIBA ワールドカップ2014年までの、バスケットボールワールドカップでの出場枠は、開催国と、 各大陸予選を勝ち抜いたチームのほか国際バスケットボール連盟から数チームの推薦があり、この推薦枠をワイルドカードと呼んでいた。FIFA ワールドカップのヨーロッパ予選と欧州選手権の予選で各グループ1位が本大会に出場できるが、大会によっては各グループ2位の中で成績上優秀者がプレイオフに回らず、そのまま、 各グループ1位と同等にともに本戦に出場することがある。それ以外にベストランナーアップと呼ばれることもある。また1994年アメリカ大会やワールドユースなどは各組の上位にチームとサニーの一部が次のラウンドに進むというルールがあるが、これもワイルドカードの一種である。韓国のプロサッカーでは2006年まで14チームによる 年間2回総当たり。それを1回ずつに区切って、前期と後期に分けて、各ステージの1位チームと、それを除く年間通算成績上位2チームが、決勝トーナメントに進出できた。アメリカのメジャーリーグサッカーでもこの制度があり、東西両地区の上位3チームずつに加え、地区に関係なくそれ以外から、勝ち点の上位4チームが、 MLS カップにコマを進める方式となっている。2011年からはまず、ワイルドカードのノミネート4クラブで1回戦を行い、その勝者が2回戦に勝ち上がる。ロードレース世界選手権や UCI プロツアーなど、一部のモータースポーツカテゴリーや自転車のロードレースでは、本来、シーズンフル参戦の選手しか参加を認められないレースについて、 各レースの主催者の推薦により、特にスポット参戦を認める場合があり、そのことを、ワイルドカードと呼ぶ。多くの場合は、当該レースを開催する、国の選手が選ばれるが、推薦枠に余裕がある場合は、翌シーズン以降のフル参戦を目指すメーカーや選手が、テスト参戦目的で、ワイルドカードを利用し、スポット参戦することもある。大会の出場選手は、 世界ランキングにより決められるが、ランキングが足りない選手を数人ワイルドカードで出場させることができる。地元の若手選手や故障明けの人気選手に使用されることが多い。2001年ウィンブルドン選手権でゴラン・イワニセビッチが唯一のワイルドカードによる出場で四大大会のシングルス優勝を達成している。陸上競技の100メートル走などのトラック単中、 長距離層の決勝戦以外にあり、各組で無条件で、自動的に進出できる順位に入れなくても、記録次第で次回戦に進められる。例えば、決勝に進む8人を争う、準決勝が3組に分けて行われる場合に、各組の上位2人に加え、各組の3位以下より、記録上位の2人が、決勝に出場するようなケースである。競技者には、一般的に、 プラスと呼ばれる。純粋に記録だけで次回戦に進む競技者を選ぶようなシステムにしてしまうと、気象条件によっては封筒記録に直結しやすい、要因が組ごと違い、有利、不利が生じる、可能性もあるため、このような仕組みを取ることが、オリンピック、世界選手権のような大会でも、一般的である。2020年東京オリンピックマラソン日本。 代表選考会として開催される予定のマラソングランドチャンピオンシップでは日本陸上競技連盟が指定した男子5大会女子4大会をマラソングランドチャンピオンシップシリーズとして MGC レース出場をかけて行われるが MGC シリーズ以外にも国際陸上競技連盟公認大会などで条件を満たした選手もワイルドカードとして MGC レース出場権を得ることができる予定である。バレーボールワールドカップワールドグランドチャンピオンズカップ世界女子ソフトボール選手権での出場枠は開催地と各地区予選を勝ち抜いたチームのほか各地区予選で敗退しても連盟大会組織委員会から一数チーム推薦される。この推薦枠をワイルドカードと呼んでいる。 ゴルフの4大メジャー大会のマスターズなど、上記のスポーツ大会と同様に複数の出場条件で満たされなくても、特別招待枠で推薦されて出場できる。ありがとうございます。